手汗やばかった。通行時制やばい。サウリングに稲妻走り紫赤青白赤白白トの字条件付きだからね。トの字が強いのは仕方ない。苦肉の策だからね。あれは黒緑緑、黄緑、オレンジ、はい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 一人二人以外ほぼ見ましたね。え、そん中人狼いたんじゃない？マジで。この字。そういうことか。これが僕たちの助けだ。その通り。本当の時間し。でも途中で、千葉さんは何かを刺したように逃げていった。いや、停電は直しに行かなきゃと思って。偉い。結構もうストレージに抜けてった人いたから、うん、まあ大丈夫だろうなと思って。そうそう、あ、そうだったんだ。結構初手で行ってたんで。あ、それ見えてたんですね。抜けていくのが動画映えか、みんな狙ってんのは。で別にそんなことないですけど。ツンデレじゃん。違います。トノジ三人で仁王立ちしてみた。最強トノジ門番。やばいな。で、多分あのチャゲポヨさんと神宮寺と千早さんまでいるところでサムネになってます。動画にできないようにぐちゃぐちゃにしてやろ。ここタスクなんていらねえ、トの字を門番していろって。YouTube 事情だ。そんな強くないです。そんな強くないですからね、言っておきますけど。俺先端さん信じてやったんすよ。でもどうなんすよ。いや、あれ条件こっちもやってたら意味ないでしょ。条件付きですよ。あれ、あのタスク周りのタスクが終わってて、あのサボタージュにならない時に限りますからね。ああ、でも初手でやってたじゃないですか。でも僕もね、思ったんですよ。との字で門番するぐらいならカメラ見た方がいいんじゃないかって。そう。お前か。マジもう、気づいちゃったね。見えるよ、全然違います。裏切りですか、どっちかというと、あの、僕、あれですかね、動けなくなってるっていう状態ですかね、との字から。やるタスクがなくて。なるほど。僕本当に投票してない今日。また自投票。いや、さっきはしてたけど今はしてない。じゃあもう一回釣ってあげる。釣ってあげる。みんなトの字に立ち始めると普通に負けちゃうから、誤解は解いとこ。Go Go マサオ。黒黄緑1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、一発で成功する。保育卒の鏡、最終学歴保育園卒園赤白、やめとこ、やめとこ、白黄緑、ワーオー2までいきます。あら、あれ神宮寺さんもか。え、神宮寺さん、神宮寺さん割と直近で見てて、ストレージの落ち葉からコミュニケーション側へ抜けていく神宮寺さんを見てます。オーツの緊急タスクなってましたもんね。それでですかね、おそらく。とりあえずクロムさんはどこで。クロムさんはエレクトリカルの下の方です。で死んでました。部屋の中、はい、部屋の中ですね。
ちょうど出ようとした時に。双葉さんそちらの方から来てませんでした？そうですね。で最後はあと見たんですけど位置ついてました。確かにエレクトリカルなので死体の偽装はないです。うん、僕ロワーからエレクトリカル方面に向かってるグルタミンさんは見てますね。はい、見ました。チャゲポエさん、チャゲポエさんはエレクトリカルからロワーの方向ですか？いや、カフェアッパー通って十字路で、リアクター十字路周辺をちょっとうろうろしてました。ちなみに双葉さんセキュリティいましたよね。ジャケポヨさん見ましたよね。はい、いましたね。いましたね。でも踊ってましたね。そうですよね。そっか。でも O2 なるタイミングでいなくなってたはずですね。なるほど。そっか。双葉ですか？はい。ちょっと早くですね。はい。もうちょっと早くいなくなってで、ローワーあたり。O2 だっけ？ロワーあたりで O2 が鳴ってそのまま向かってアドミン行ったらボンジュールさんが直してました。はい、僕なのでボンジュールさんはエレクトリカルキルは絶対できないはずです。あ、ん、うん、まあ目の、うん、できない、ね、まあアドミン、あ、じゃない、 O2 のアドミン側僕直し、即直ししたので、うん、O2 側はアルマが即直ししてます。うんうんうん、もうお互いびっくりしたと思います、うん、最後、ウェポン O2 には人はいませんでした。O2 に行きました最後。あ、僕ナビに行ってます最後。うん、クロムさん最後に見た人とか時系列わかんないですね。クロムさんわかんないな。結構消えてるのかな。グルタミンさんがロワーからその死体発見までのルートどう動いたのかなってのはちょっと個人的に普通にエレクトリカルに入ってやろうと思っただけです。直行ですか？直行です。時間がありませんか？ちょっと時間が合わない気がします。合うよ、なんでやねん。歌い手同士の熱いバトルが合うだろう。普通ありがとうございます。おかしいって合うよ、普通だよ。見られているのにそこ疑われるのおかしいよ、時間が。じゃあどこ行きますか、竹坊さん、逆に。距離測りましょうよ、同じぐらいだからどうせ。測りますか、じゃあ。最後どこ？なんか、あのロワー、なんか僕、グルタミンさんの後、ちょっと時間経ってレプチンさんがロワー通っているのを通過してエレクトリカル方面行ってるのを見てたので、なんか、死体発見恐れてセルフしたのかなって一瞬ちょっと僕の中で可能性として浮上したって感じですね。あ、下の方で死んでるからっていうことですね。うん、でもコミュニケーションの方に出てるんですよ、神宮寺さん。で神宮寺さんがそのゴミ捨てコミュンあたりって言ってたので、なんかもしかしたらそこで あのグルタニさんが神宮寺さんをキルしてこうエレクトリカルの方に戻ってた時に、あ、クロムさん、相方がクロムさんをキルしててそれ見つけちゃってレポートせざるを得なかったとか、うん、そういう動きもあるのかなってちょっと最終位置を変えましょうか。でもアドミンで見てエレクトリカル1ってついてたんですよ。最終位置変えましょう。最終位置アルマナビです。双葉アドミンの通路です。同じくボンジュールアドミンです。ちはやストレージです。レプチンロワーです。ジャケポヨさんも近くにいたかな。うん、ロワーの上の十字路あたりですかね。うん、なんか行ったり来たりしててなんか変な動きしてたなっていう印象ですね。レプチンさんはどちらからいらっしゃいましたか？僕リアクターの緊急タスクかなんか終わったあったのかな、覚えがあって、うん、チャガプーさんも中に入ってきたりとか結構いろいろいましたけどね、いろんなプレイヤーが。最後に僕が出てチャガプーさんがそこら辺うろうろしててみたいな。グルタミンさんとリアクター2人やってたのってクロモさんでしたっけ？タスク一緒に誰でしたっけ、うん、リアクターは誰でしたっけ？クロモさんじゃなかったっけ？リアクター鳴った時ですよね。リアクター鳴った終わった後の真ん中のロングタスク一緒にやってた方。俺ロングやってない。ロングタスクは僕やってましたよ。グルタミンさんなんかあの数字のやつやってたのかな、左上の。はい、あ、1。センターさんは？センターさんは最終位置どこなんですか？僕 O2 です。ウェポン O2 には死体ないです。アルモさんはどこでした？ナビ。僕ナビです。ナビ、はい。馬さんと双葉さん。さん。
わかんないね。だけやってくれ。はい。はい。ありがとうございます。させてもらいました。ありがとうございます。神宮寺さんキルが詰めれそうです。コミュニケーションの方に流れてるのを見てて、最終的に右にいたのが、アルマさんと、でまあ上から回ってる先端さんですけど、一応アルマさんが筆頭なんじゃないかなって自分は考えてます。はい、あ、神宮寺さんがですか。うん。あ、でもこの2人しかありえないかなって。おつ直したのがアルマさんですよね。あ、そうですそうですそうです。で、結構すぐレポートだったと思うんですけど、体感。あ、でも別にまあ関係ないか。うんうん、okay. そうですね。ここしかないのかなって。ボンジュールさんが弁当で飛んでこの字もないか。右行ったの見たのが、ボンジュールさんは私が見てます。ちはやさんが 見たんですよね、右に行ったのは。神宮寺さん、はい、見てます。はい、でも左皆さんだから、うん、右は間違いないんじゃないかな。うん、うんうん、時間軸的には右行ってもうそのすぐ、割とすぐレポートですよね。10秒なん経たないぐらいですね。そうですね、うん、O2 の方へ向かっているであろうと予測してるので、うん、逆にアルマさん以外いないのかなってなっちゃいますね。カフェからの弁当でこの字とかは一応僕はできる位置ではあるかなとは思います。そうですよね、自身、うん、この2人釣っちゃえば確実に1は釣れるかなっていう今印象です。はい、一旦でこの話は置いといて、双葉さんのストレージで目撃してるんですけど、その前の行動を教えていただきたいんですけど、どうなんですか？カメラを見ていて、チャゲプヨさんとかグルタミンさんとか、あとレプチンさんもいた？ちょっと覚えてないですけど。俺左にいましたね。うん、確かになんか十字路あたりいたな、双葉さん。でそこから普通に O2 になったので、うん、アドミンまで行ったらボンジュールさんがアドミンのやつ直してた感じです。なんで途中エレクトリック見てないんですよ、申し訳ない。了解です。はい、千早さんが神宮さんキルしてることって否定できます？誰か、僕先端さんそんな疑ってなくて、僕がナビにいるっていうのを出す前から O2 ウェポンあたりにいたって言ってたんで、めちゃめちゃリスク高いなって思うんですよね。さんで良さそう。時期緑。はい。はい。ありがとうございます。はい。うん。うん。高さんがセキュリティ見てたのは僕が証明します。はい、十字路ですれ違ってるカメラが消えた後、セキュリティから出てくる双葉さんがいた。で、あとグルタミンさんの死体発見位置が、ロアからストレージに行くときに光る位置なのかどうなのかっていうのも一応知りたいかなと思いますね。うん、エレクトリカルの中でストレージでは多分出ないと思います。中入って気づきました。はい、了解です。通路では絶対行かないと思うんですね。はい、はい、なるほど。僕は先端さんとロラより僕と千早さんロラしてほしいかなって感じですかね。千早は千早あるまでペアは、まあ別に何でもいいです。村に村ってか、まあ村総意に任せます。同じく。ただ自分がインポスターな神宮寺さんの情報出したくないです。うん、それもそうですけど、僕がオーツを直したって言った後に先端さんがウェポンオーツにいたっていう証言を僕がナビにいたっていう前から出してるんで、先端さんインポスターだったら、まあ僕がナビにいるの見えてたらできるのか。じゃあナビ周りか右下あたりのどこかに神宮さんの死体があるんじゃないかって話です。先端さんに思えないかなって思っちゃいますね、今は。だって神宮さんそのままウェポンとか行ってたらアルマさん見てるはずですもんね。あ、いや、まあ僕ナビの中にいたんで、まあ、O2 やってた時の話です。ああ、それはそうです。はい。はい、ですよね。
千早さんの行動はどういう感じなんですかね。自分はリアクターガン無視でナビゲーションの方へ向かいました。その時ボンジュールさん多分ナビゲーションでタスクされてて、ナビゲーションを先にナビゲーションで、私はナビゲーションのタスクを終え、そのまま下に流れたっていう経緯です。でチングイさんとすれ違ったと、うん、そうです、最後そうです。まあ時間、なるほど、そうですね、そうだった。記憶を取り戻したかのような。あ、どうします？ペアで動きますか？ペアでいいんじゃないか。ペアでお願いします。ペアで。どちらさんでいいですか？ペアでね。ペア、ペア、ペア、ペア。お願いします。色をケアしなくていいのかな？これでいいと思いますけど、むしろ OK になったら。最近なんかもうペアが、あんま意味ないんじゃないかと思い始めてる。インポスター目線はペアってきついけど、クルー目線もきつくなる場面も多いから組む意味ないんじゃないかなと思っちゃう。紫ピンク、紫ピンク、黄ピンク、黄緑、黄ピンク、黄緑、赤、ピンク、黄緑、赤、怪しい。デフォで怪しいのか、ボンジュールさん。千早さんも死んでる。千早さんが死んでる。なんで？チラチラ。なんで千早さんが死んでるんだ。チラチラしい。さっきまでのさ、真面目なトーンじゃねえもんな。チラチラしい男ね。なんで千早さんが死んでるんだ。グルタミンさんも死んでますね。グルタミンさん最後見たことは。うん、グルタミンさんエレクトリカルに見て、双葉さん行ってたんじゃないかな、そっちに。エレクトリカルですか？うん、エレクトリカルであたりで見てた気がする。え、どの時系ですか、すいません。ごめんなさい、10秒前。あれ、リアクターなった時、リアクターなった時ボンジュールさん一緒にいませんでした？エレクトリカルリアクターなった時に、グルタミンさんはエレクトリカルに入ってきました。僕リアクターのしに行って、うん、その後見てないです。その後ストレージの右下ゴミ捨ての場所でお亡くなりになってました。うんうんうん、最後ボンジュルさんエレクトリカル入りませんでした？入りました、入りました、入りました。なんで嬉しそう。ヒロシですみたいな。ふたまなんですけど、リアクターの後アドミンまで直行して、で、はい、その後どうしたっけな。アドミン出て、あ、そっか、アルマさんいた、アルマさんと千早さんいた。その時アルマさんと千早さんがいて、でその後ストレージ行ったぐらいでリポートになった感じです。何言ってんすか、目の前で千早さん切っといて。グルタミンさんのどうやったんすか？僕は、僕がグルタミンさんのレポートをしました。どこで死んでたんでしたっけ、ごめんなさい。ストレージの右下のゴミ捨ての場所です。ああ、なるほどなるほど。アルマさんの急な双葉さんに黒塗り、面白いな。そうっすよ、僕ら見といて。いました、いました、アドミンでいました。そういえばちょっと情報出すの遅くないですか、双葉さん。ちょっと怪しくないですかこれ。私切る人とはでもアルマさんでポストだはずですけどね。ごめんなさい、本当になんかもう何も証拠も何もないんですけど、アルマさん、いや、先端さん白いなとかって言ってたから。いやいや違いますよ、そんな。先端さんが相方なわけないでしょ。アッパーで僕、アッパーかその十字路あたりで先端さんとすれ違って、先端さん下行ったんですけど、先端さんその後どこ行ったんですか？その後、チャゲポヨさんに、多分ロアで見られて、はい、その後、はい、ボンジュルさんと一緒に並走し、はい、ボンジュルさんはエレクトリカル、はい、僕はストレージの方向です。ああ、じゃあ全然あるのかな？全然ない、ない、ない方ですね、どっちかというと。ピュー、ピピュー。行くか。
緑、紫。出るからアドミン2個やると、はい、アドミン見るか。黄緑死んでないっぽいか。死んでた。おお、ボンジュールさんとグータミンさんが死んでる。よしだと思ったんだな。グータミンさんはさっき、さっきです、グータミンさんはさっき死んでました。今1キルです。今1キルか。ごめんなさい。誰か絶対死んでると思って僕はしちゃって、どこで死んでるか分かんないですね。双葉さんは今の O2 の緊急タスクアドミンで真っ先にやってて。そうですね、センターさんと一緒に行ったんですよ、うん、実は、うん。あ、そうなんですね。僕は O2 側直してますよ。はい。双葉さん、ボンジュールさんと一緒にリアクター行ってませんでしたっけ？リアクター終わった後にセンターさんと一緒に上から行ったんですよ。なんで、ボンジュールさんは下に行ってるはずです。はいはい、だからでもそうなると、うん、スタバさんとセンタンさんが、うん、あのボンジュールさんをキルできてないって言うんだったらレプチンさんになるじゃないですかね。僕ロワーで、うん、リアクター向かう途中でもう終わったので、うん、ロワー給油してて、多分レプチンさんそれ僕見てると思うんですよ。ロワーから上がってくるところ、チャゲポヨさん目線レプチンさんになって、レプチンさん目線もチャゲポヨさんになると思うんですよ。いや、僕は本当一回もボンジュールさんに会ってなくて、ただめちゃめちゃ扉閉められるんで絶対誰か死んでるだろうなと思って怖くてボタン押したんですよ。ここで2キロ3キロ来てたら嫌だなと思ったんで、まあ3キロはないですけど2キロ来てたら嫌だなと思って押しちゃったんで、で誰が犯人か分からないんですけど。リアクターのさん誰でしたっけ？リアクターはフッターバーが下、上がボンジュールさん、逆かもしれないです。ちょっと記憶が曖昧です。ですよね。その時は生きてました。ボンジュールさんリアクターいましたよね。はい、何代ですか？ボンジュールさん、ボンジュールさんがリアクターにいたんは、いました、いました、うん、ボタン残ってる人います？僕残ってると思います。でもこれで一郎で双葉さんとセンターさんが違うっていうならチャグポヨさんと僕になりますよね、じゃあ、うん、そう、双葉さん残ってますか、ボタンないです、一番最…え、ないですよね、多分あるチャグポヨさんか、ちょっともう一回押してもらうか。え、チャグポヨさんが犯人だったら押さないんじゃないかな、これ。チャグポヨさんは…あ、そうか、僕あれか、ベントでキルっていう可能性もあるのか、ロワーのベントから。押します、絶対押します。お願いします。もしなかったらごめんなさい、多分あると思うんですけど。タパさんは疑わなくていいかな。グルタミンさんがエレクトリカルで発見した時の、あ、押せた、よかった。扉閉まってましたから、扉閉まりましたね。グルタミンさんがエレクトリカルで死体発見した時の容疑者って、はい、タバさんしかいなくなかったでしたっけ？違いましたっけ？とチャゲプヨさんがセルフの可能性と、レプチンさんはどうですか？僕の前にチャグポヨさんがいたから僕は無理だと思いますよ。グルタミンさんがエレクトリカルで発見した時です、うん、あのエレクトリカルの死体をクロムさんだったかな、うん、グルタミン多分レプチンさん目線、そのクロムさんキルは多分僕無理だと思うんですよね。エレクトリカルで グルタミンさんがクロムさんを発見した時ですよね。あのアルマさんか、まあいいか、不毛なる、失礼失礼、うん、まあ、いいや、今のだけ考えればいいや。そうだ、多分ボンジュールさんはじゃあリアクターで死んでるんじゃないかっていう話なんですよね、これは。違います？わかんないです。あ、わかんない、動いてないともちょっと考えづらいんで、オーツになってるんで。僕下側でレプチンさんは見てるんですけど、ボンジュールさんは見てないんですよね、はい、僕、うん、センターさんとほぼほぼ並走して緊急タスクの方行ったじゃないか、リアクターの方で。もう終わったから俺様もロアの方抜けてったんですよ。でロアの方行ってタスクやりつつ、なんか
そこら辺扉めちゃくちゃ閉められるからボタン押しに行ったって感じ。となるとボンジューさん下行ってるはずなのでレプチンさんがやっぱ怪しくなってくるんですよね。いや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 、いないです。本当に下にはいなかったです、ボンジュールさん。ボンジュールさんだけを残してるんですよね最後。残してるというか先端さんと一緒に上に行ったので、まあ後ろからついてきたか、うん、後ろからついてきたにしてはキルできないので下行ったとしか考えないです。リアクター直したっていう人はこの中に双葉さん以外いないってことですか。はい、まあ、間違いなく見たと思います。紫と黄緑、その後センターさんが入ってきました。で、僕は入らずにそこで十字路を下に行ったんです。双葉さんキルできるのかな。でも神宮寺さんと誰かが死んだ時に双葉さんも、ああそこダメか、そんな思い出せない、そこまで。ちょっと、これ投票ですか。もういや、僕はセンターさんでもこんな感じでもいいかもしれないです。白いなんかな。いやマジでわかんねえ。わかんね。一番白い人誰ですか。誰と思います。先端さんかな。じゃあ僕が一人行動します。三人行動してください。されるよな。まあ、考える時間は与えれるよな。チャギポヤさんが見つけたんでしたっけ、グルタミンさんのあれは、死体は。チャギポヤさん殺意感じたけどな、現れた時。レプチンさんどこいたんだっけな、その時。切ってました。ああなるほどね。うん、タバさん。チャギさんだと思ってた。俺もチャギパさんだと思ったのにな。どうやって俺の城を証明したらいいんだろう。どこだ。今セダさんどうしたらいいですか。私の場合はもうボンチューさんですね。ボンチューさんで、うん、センターさんと一緒にあの O2 直しに行った時に、うん、完全レプチンさんとボンチューさんが一緒にいたので。いや僕とボンチューさん一緒にいてない、いないです。それは違う。あと同じ方向に行ってたので。センターさんの後ろ双葉さんずっとついてきたんですか。そのいやもう一緒でしたね。私目線はあのラグがなければ飛び出しまってたので多分ラグもないと思うんですけど。双葉さんとボンジュールさんがリアクターの緊急タスクを終わらした後に、終わったら双葉さんとセンターさんはもうずっと2人で行こうとしたんですか。いやわかんない。まあなんか不毛になりそうなんで、アルマさんと千早さんがペアだった時、うん、レピチンさんってどこ いたんでしたっけ。俺どこいたんだっけ。その時は確か左下とかじゃなかったかな。そのタイミングでもグルタミンさん知ったんですよね。グルタミンさんと、千早さんが死んだ。死んでたんですよね。双葉はその時、アドミンからストレージの方に行っている最中でした。なので、レプチンさんがそこでストレージでキルして、あの左の方行ったの。いや、わからん。あー、やばい。どうしよう。わからん。そこででも、ダブルで、ダブルでアルマさん切ったのか、そこで。とりあえず、レプチンさん、私を入れといた方がいいと思います。あの、そうですね、変な負け方したので、お願いします。そこでストレージでグルタミンさんとアルマさん、千早さん殺して、そんなことする、そんな高等技術する。でも絶対センターさんは違う、 O2 直してるし。
これセンターさんに任せます。センターさんはもうボンジューさん Q するタイミングがえ、ガチわからん、ごめん。いや、これは正直人狼うまいよ。あー、なるほど。センターさんありがとう。いやごめん、間違ってた、ごめんなさい。いや、センターさん、大好き。あこれはすごいな、すごいなー。手汗やばかった。やばい、双葉さん、双葉さんグッとすぎる、マジで。なんかあの十字路の上で双葉さんと先端さん引っかかってる時、双葉さん十字路の下で殺してるんですよ、ボンジュール。そうマジでもう震えた、マジで。こんな心境よ、人殺したばっかり。いや、これすごいなぁ。いやー、てか、僕の時の掘り起こすのがさすがだな、ね。そうですね、もうあそこで破綻しちゃうんで、私はもう完全に。僕、あと指導モードをするしかなかったです。一応理由が2つあって、一つは、レプチンさんがインボスの時は、双葉さんをキルした方が多分楽になるっていうのと、メリットがないですね。チャゲポヨさんと僕が対抗しますもんね。あと、多分あれですよ、頭合ってますね。グルタミンさんがレポートしたクロムさんの死体でしたっけ、エレクトリカルの。あ、そうです、私ですね。あれが双葉さんしか多分、容疑者じゃなかったから。いやすごい。よく本当は停電中に先端さんキルできればよかったんですけども、なかなかもうどこにいるか分かんないですもんね。いや、めちゃめちゃいいキルだったな、マジで。いやー、危ねえ。マジで分からんかったな。やばい。いやー、よう勝てたな。いや、すごすぎるな、キル。キルやばい。もう、天国ルームは盛り上がりに盛り上がりで。いやー、ごめんなさい、僕がフラグ立つしちゃった。いやもう幽霊、いやもう僕霊界でダメだまだ笑うなとか言ってたんで、フラグ出しちゃった。素晴らしい。クロムさんは結局誰が殺したんですか？あ、双葉さんに。双葉さんに、はい、ですよね。ああ、投票じゃねえんだあれ。アップスね。いやいやもうそうだよ、ボンジュールさんのキルトンに分かんないから。うん、その辺から掘り返した方がいいと思って。あれは、いやー、素晴らしい。マジで素晴らしい。ボンジュールさんキルがすごい。すごかったっすね。わからなかったから。大胆ですよ、ほんとに。あれすごいな。ちょっとセンターさん下下がったらレポート光ってたと思うんだ。多分光ってますね。下がるなと思いながら。すごいな、キルが。マジで、なんか、久々に、なんか、何ヶ月ぶりかぐらいになんか、もう、わかんなくなってた。すごい。俺もだって、白の照明ができなかったから、難しかったから、ガチで強い。よかったっすね。ありがとうございます。あ、でも、その最後、先端さんからキルできて、見つからなければ。あ、そう、だから僕、よかったですね、3-1 にしといて。そうなんですよ。あーってなりました。めっちゃ逃げてましたからね、僕。超逃げてたんで。もう逆走して逃げてましたから。すごかった。O2 も行かないっていう。そう、メッドベルの方にブワー逃げて。いや、めちゃめちゃいい試合だったな。いやー、すごい。